パスが合わない。3週間ぶりの三河、しかも練習もなかなかできていないという中で、あバスケットカウントもらいました。グリズマースよく決めました ね、 ねファウルテーマ0番、この1つ目のファウル、かなり苦しいところでしたが、はい、ました。グリズマースに渡す、バンズパスからのスリーどうか、同点に置いていた。コリンズは、そして隅の西田、シェーファー、そしてガードナーと入っています。まずはスリーから行きました。隅野のスリー、これで久々の2桁10得点に乗せた隅野で、今日のゲームのポイントになるかもしれないですね。あそうですね、はい、まあ、どちらも攻撃力ありますからね。そうなんですよね、お互いオフェンシブなんですけど、さあそして速攻、晴山2人でボール奪いました。隅野、隅野行きました。さあどうする、ジョンソン、これじゃついてる、カットした。さあそしてこう速攻、2点か、隅野だ。隅野今日16点目、5分を切ってきました。柏木、ガードナーのスリーだ。また3ポイント差、広げたところでオフィシャルタイムアウト。2-3 ゾーンでちょっと晴山選手上がり気味の 3-2 系の、はい、あただゾーンで守っています。ホイッスルが鳴る、はい、でバスケットカウント。西田、柏木、スリーか、いいディアンしてますね、富山、さあ西田のスリーか、これはすごい、1点差。ショットクロップ10秒を切ってきていました。ウト、どうする、ウトのショット決まった、これで5点差、いかないですね。というところで、はい、時計が進むのを待ちます。試合終了。久々の試合となりましたが、シーホース三河93-87、アウェーの富山がゲームワン勝利を収めました。